皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、しずかちゃんのお家に遊びに来ました。おはよう。でね、一泊して女子会をしたんですけれども、みんなでメイクをし合ったり、美味しい手作りの朝ごはんを食べたりと、優雅な朝を迎えました。ということで今日はね、そんな私たちの朝をお送りしたいと思います。それではどうぞ。どうぞ。ベビーグレープフルーツと菜の花のグレープフルーツサラダ、うん、美味しそう。サラダサラダ、根菜のきんぴら、これは牛のちょっとピリ辛炒め。美味しそうすぎる。でこれが鶏手羽のすっぱ煮と、これは箸休め的な、うん、贅沢な朝ごはんや。あれを意識してるの、ゴミ5色、うん、辛い、酸っぱい、うん、甘い、しょっぱい。確かに苦い、苦いでしょ、苦いが。え、すごくない？五味五色。そう、異色同源学祖、中国代々の考え方みたいな。それでなんか栄養取れるね、病気にならないねみたいな。絶対取れるもんこれ。デザートまで、イタリアのお菓子。あー、いいと思う。あ、美味しい。20年に一度のなんか優雅な朝ごはんなんだ。次20年。私夜作業できないんだよね。私もなんかもう12時ぐらいに、夜ご飯食べるともう充電切れだから、うんうん、か夜ご飯があんま作業できない、ね、でも一番心地いいのは夜ご飯を食べたら、あとは頭を使わないこと。なんか、うんうん、文章を組み立てるとかは朝とかっていうのはできなくて、うん、ブログとかメール返信とか原稿チェックは夜でもできる。ハーチューの新刊だよ。ありがとうございます。これからここにサインをいただこうと思う。わーい、かわいい、かわいい。じゃん、いただきました。しずかちゃんもいただきました。プレゼントのつもりで人にいい言葉をかけよう。いいね、いいね。私もっとなんか結構もうね、好きなところ。私は嫉妬で忙しいと。あ、かわいい。私があまり外カフェとかで原稿書かない理由は、トイレが近くてパソコンが盗まれないか心配。本当そう。本当私もそれはもう。でもどうしてカフェでさ、トイレ行きたくなった時のさ、ノートパソコン全部人全部詰め。周りの人たちを見て、うん、絶対取らないなって思って。あ、でも、分かるかも、分かる、分かる。でも私できないかも、さすがにパソコンじゃん。でも私友達がモスバーガーで盗まれた、本当にトイレ一瞬でなくなってたんだって、それを聞いてから絶対もう私自分を許せなくなるから。だってパソコンなくなったら本当に仕事なくなるから。そうだよね、そうだよね。でもさ、しょっちゅうさ、カフェで仕事するじゃん、まあ、ほぼ外集中できるんだ。あ、結構聞いてるかも、イヤホンして。あ、もうイヤホンして聞いてる。あ、私音楽したら絶対作業できない。あ、本当。じゃらーん、静かしのコスメたち、これを使ってメイクしていきたいと思います。4人で一斉にメイクしてるなんて初めてなんだけど。お互いを見ないでやってさ、後から動画を見て、私だけすっごいこんなでやり方がおかしい。メイクのちぎれさんが言ってたんだけど、大人のメイクは本当にぼかすのが一番大切なの。出ましたね。なるほど。そう、ラインは丁寧に、うん、ぼかしも丁寧に。そうかも。そう、際を極めるんだ。確かに。だからはるか今すっごいザッザッってやってるけど、下は下でぼかす、上は上でぼかす、これで綺麗になる。そう、すごい。アイシャドウは気分や服の色で選びます。いつも茶色だから他のしようかな。はるかはでも今日モノトーンだし、ピンク目とか似合いそうですよね。私も、かりんちゃんは今日はこれでいきますか。はい、綺麗。スックデザイニングカラーアイズ02番ですね。かわいい。まずこのホワイト、これをねすごいつけちゃうと白浮きするから、うん、本当にもうなぞるぐらい。でもこのクマとかにも伸ばしちゃう。ポイントとしてはこういう4色系って必ず何か同じ色とブレンドすればすごい統一感が出てくるのね、うん、だからこれ使います、これ使います、これ使いますじゃなくて、これ使います、これ使いますみたいな風にしていくと必ず馴染みます。でまずはグレーオレンジをブレン手の上でブレンドした後にアイホール、はるかのもこうやって入れた、うん、こう縦幅を出すように入れて、このまんまこの上に入れる。
で今度は茶色とオレンジをブレンドして、もうちょっと目尻にポイントが欲しいなと思ったらこうやってくの字にして、日本人でこれやると濃すぎるかもしれないから指でこうなじませる。もうちょっと可愛くしたいなっていう時はオレンジを中心にちょっと入れて、中心にちょっと入れて、可愛いオレンジ、これが結構こういうグリーンの合うね、とかに合うから、なんか服は冬でも顔をこうやって春にすると顔が季節をまたぐ。名言出た。ちっちゃい鏡じゃなくてこういう大きい鏡を見て、引きで見て、引きで必ずこの辺まで入る、ご飯する人たちと入るところまで鏡で入れて、へー、ここから上で見ちゃダメ、ここで黒着てるからこのぐらい明るくしようとか、顔から上だったらこれでもハマるけど、うん、下が暗いからこのぐらい明るくしようとか、そういうので見てリップの色を選んでください。ちょんちょんちょん、指で伸ばして。これは何指ですか？薬指、全部薬指メイク、うん、で口ちょっとブーブーってブーって出して、ポン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 ってやって、で最後にこう口に中心にちょっと出して、可愛くぷっくりしたい時はこうなの。これ潰すじゃん、こう、こうなの。そうそうそう、そうするとぷくってしたまま出かけられるから、口に力を抜いて、そう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 、あ、このぐらいでもかわいい、うん、唇の色がちょっとくすんでるから、うん、こうオーバー目でちょっと描いても大丈夫。あ、そうそう、このくすんでるところをオフするって意味で。かりんちゃんは絶対グロス塗った方がいい、うん、あら、いい、どう、すごい素敵、ちゃんとした感が、いい、うん、大人になったよ、大人になりましたね。ちょっとリップに合わせたシンピュルテの、あ、かわいい、うん、チークをちょっとつけて、うん、とにかく動かす。すごいちゃんとしてる。リップの色がこんなにしっかりしてるからちゃんとして見えるの。リップの色大事だね、うん、素敵、かわいい、元気、かわいい、最大限は引かなくていい、うん、うん、いいね、エクステもついてるし、バランス取れてるよ、うん、でもその分前で描いた方がいい、じゃないともうラインがどこにもなくって、うん、ほわほわ、ほわみたいになっちゃうから、うん、ここのラインはしっかり描いて、アイラインをこう引いた後にビューラーして、うん、ビューラーにつくのが嫌なの。わかる、うんうん、本当に嫌なの、1ミリもつけたくないの、うん、綺麗に引いたものを、うん、だからビューラーをまずして、で目的にちょっとつってるから、うん、目尻の方をあんま角度上げるとあのつりすぎちゃうから、こう中心をこうより上げるように斜めに上げていく、うん、でこう中心が上がる、うん、で中心だけカールをキープさせたいからカールの下地を使う、うん、このエレガンスのカールラッシュフィクサーっていうのを中心にだけつける、うん、これだけで、このクラランスのボリュームタイプのマスカラを、これは目尻もつけるのね、うん、でも目尻にはカール下地がついてないからなんかいい感じにちょっとだけ落ちるみたいな、うん、下まつげはもう絶対にこれって決めてるの、クリニックのラッシュパワーマスカラロングウェアリングフォーミュラ、細いからこうはまる、うんうんうん、こういう風にはまってこうつけれる、うん、縦につける人もいるけど、そうすると私はダマになる気がしていて、うん、私も縦嫌なんだよね。そう、横にもうこう一塗りでちょっと下に落ち当てるようにしてやると、うん、自然なカールが、あ、めっちゃ綺麗、うわ綺麗、下は絶対にこれなの。跳ね上げは黒で描くんだけど、インラインは焦げ茶みたいなので描くのが好きで、自然とこう角度でこうやって、アイブースターっていうね、アイハーブで買ってるんですよ、うん、あの育毛効果があるっていうの、これを目を開いたままこうやって引いていく。もっともっと自然にしたいなっていう時はペンシルを重ねた後に綿棒でぼかすと、かりんちゃんの好きな時短、素晴らしい、うん、クレヨンのやつ塗りやすいから使ってるかも、うんうん、で、これを重ねてみて、いい、アユーラの新作、キャー、かわいいでしょ。アユーラね、メイクシリーズがね、一新するの久々に、
しかも塗りやすいこのスパチュラがね、スパチュラ型が。ということでみんな完成、完成、カリンちゃんも完成、ハーチュも もっと早く完成して先に出かけてましたけれど、カリンちゃんも大人になって、静香先生ありがとうございます、ありがとうございました、素敵な朝を、いい朝でした、楽しかったね、変わってくれると嬉しい、全然違う、本当に、本当やりがいがあった、昨日の夜初めて会った時、本当疲れてたんだろうね、今すごい幸せそうで、ね、嬉しい、気持ちもハッピーになるね、うん、ね、確かに確かに、うん、じゃあ行ってらっしゃい、行ってきます、行ってらっしゃい、行きます、みんなお仕事、バイバイ、バイバイ、それでは最後まで見ていただいてありがとうございました、また次の動画で会いましょう、バイバイ。